理中天皇は、日本の、第十七代天皇。日本初期での名は、伊沢穂天皇。仁徳天皇の着子。五世紀前半に実在したと見られる天皇。大晦沙在天皇の第一王子。母は、桂木卒彦の女、岩野姫の。住吉中津美子、水葉家天皇、小浅妻は久保宿根天皇の同母に。仁徳天皇八十七年一月。 大晦ザイ天皇崩御。住吉中津美子が行為を奪おうとして反するが、弟の水葉家王子に命じて、これを中殺させ、翌年2月に即位して、葛城の黒姫を立候。皇后との間には奥慶天皇と奥家天皇の父で、あるいは坂市偏押しは美子を得た。その後は、国史や内蔵の制度を整えたものの、即位6年3月に、 病気のためいわれ幼桜宮で崩御。日本初期に70歳、古事記に64歳、人能政党期に67歳。古事記は人神年1月3日に報じたとする。あと、弟の水葉家王子が継いだ。寒風志望である李中天皇は、代々の天皇と同様、奈良時代に、大江の見船によって先進された。 大みそさ財天皇の長男として生まれた。仁徳天皇7年、名代として、身部分が定められた。仁徳天皇31年、大使となった。後に、桂木の黒姫を婚約者とした。日本初期、古事記によると、大みそさ財天皇の崩御後、死者として使わした弟の住吉が勝美子が、自分こそ大使だと偽って、黒姫とまぐわってしまう事件が起きた。 これが知られた、住吉中積子は、反乱を企て、大使の宮殿に火を放った。この時大使は、南馬宮で酒に酔って寝ており、部下に馬にやっと乗せてもらったとされる。大使は、南馬宮から大和へ向かい、石上神宮へ入った。逃走の途中では、霊言荒高な乙女に会い、副兵がいるので遠回りしろと教えられた。そして無事到着した石上神宮で一家の歌を詠んだ。 大阪に会うや、上司を道とえば直には告らず、陶器朝字を告る、直とは、直後へのこと。直後へとは、後世、生駒山を越える道で、羽生坂から越えようとしているので、現在の穴虫峠。穴虫峠の手前で出会った乙女に道を聞いたのだが、簡単に越えられるはずの時期越えではなく、遠くて、標高も高い竹の内峠越えをしろと教えられたことになる。 穴虫峠は標高約150メートルに対して、竹の内峠は標高約300メートル、数キロメートル南に遠い。逃げ込もうとしていた石上神宮は、両峠の北東方向にあり、回り道は2倍以上だった。その後、住吉中積子は、水葉家王子によって注されることとなり、無事即位できた。即位2年、いわれに千と。蘇我町、物の,のべえ巨 へぐりずく、炎王オミラを国政に参画させた。即位4年8月、諸国に国史と呼ばれる、書記官を設置し、国内の情勢を報告させた。また、即位6年正月には、蔵職と比べを起こした。しかし、即位5年には、畜死に課税しようとしたことで神のたたりを受けて、皇后を失い、翌年には、サヌキ国の王を呼び寄せようとするが無視、されるなど、 西方への支配が行き届いていない面も見られる。そして間もなく崩御。あと、弟の水原家王子が継いだ。日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。日本書紀に記述される在位を機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。とは言われ幼桜宮。李中天皇もずみみ原南両領,領の名は、 もず耳原南ラミミ宮内庁により、大阪府堺市西区石津が丘にある遺跡名、上石津三三在古墳に事情されている。宮内庁上の形式は、前方公園。墳九丁365メートルの前方公園墳である。また皇居では、高齢殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。中国の僧女に見える。 和の豪王中の和王さんに否定する説がある。古事記歌謡、大久保正、昭和56年7月10日、講談社、P174、日本書記、岩波書店 ISBN9 兆7840億300万427。ありがとうございます。